そしてすいません、私、めちゃ弱かったんでまたマシン変更。なんとレイムが次に作ったマシンは。え、小さすぎないか？土台は小さなボール消しゴム1個。これじゃパワー、出なくね？まあまあ、私には考えがあるのよ。マジか、それじゃあ行くで3回戦。行くで私の新マシンイガブリちゃん。やっぱ弱くないか大丈夫？ふ、いずれ進化を発揮するのよ。ふ、であっさり倒されてるし。まあいいでしょう。なんだその余裕は怖い。マシン、でかい生命でかけりゃ良いってもんじゃないのよイガブリくんを。レイム、普通に落とすぞ。どぞどぞ勝負だもん、遠慮はいらん。なんだこのレイムの余裕は。で、普通に落とせなかった、恥ずかしい。そしてまた私の番なわけですけども、中身はイケメイ&自滅の危機台というね。はい、この悪あがきで精一杯。じゃあマリサを落として動けない影響を落として優勝いただきますかね。で、無理よな、そりゃ。レイム、またマシン変えた方がいいんじゃ。いいのよ、大丈夫。ふ、全然大丈夫じゃないけん。まあここじゃこんなもんか。ここじゃ。さあ、ここからがレイムマシンの本領発揮じゃー。地区コンパスステージ、コンパス対策のミニボディだったのか。ふふ、ふふ。当たらない？あの悪魔コンパスに当たらない？さあ、でかでか威力重視の3人の巨大マシンよ、来れるもんなら来てみ。そういうことか。で、コンパスまですら行けなかったし。じゃあすまんな主、乱闘バトルなんで。はい、さようなら。うまくコンパスを越えればいいだけだもん。はーい、無理だったよ。じゃあ私はコンパスシールドのど真ん中へ。マリサ、カモン、グッ。はーい、最強コンパス。やられた、霊夢に完全にやられたわ。よっしゃ、本領発揮よ、小型イガブリちゃーん。まあでもな、たまたまかもしれないので、もう一戦か。大型マシンでもな、ミラクルでコンパスが味方になるパターンも。それじゃあまた、私はコンパスの中に。ぐ、一発でど真ん中。おし、しっかりコンパスの回転のタイミングを見計らって。やっぱ通り抜け難易度 SS。っしゃ、私も挑戦コンパスくぐり。で、コンパス以前に。マリサマシン、転がっている鉛筆にクラッシュ。そして華麗に回転空中浮遊自滅。なんで鉛筆に当たっただけでこんなことなるの、ねえ。さらばマリサマシン。私も初手自滅だけは気をつけないとね。ハイフラグ回収。霊気も落ちてる障害物の餌食に。暴走型マシン、破壊力は半端ないのですが、自滅力もそれだけ半端ないのです。コンパスには1ミリも当たってねえ。ふふ、あとは主ちゃんがコンパスちゃんに落とされるのを余裕で待つだけ。前回の余裕はこれだったんだな、霊夢、察し。悔しい、ゲーマーとして勝ちたい。これしゃ、うまく超えてアタック成功。落とせなかったけど希望見えたな。私はやること一つ、コンパスシールドの中に。てやべ、シンプル操作ミス。霊夢が目の前に。これは一気に落としに行けるのでは。やばい、攻撃力最強虫ちゃんマシンに対し、私のマシンは軽すぎ、防御力なさすぎ。で、落とせたけども自分も落ちた、落ち負けた、悔しい。やったぜ、2連勝。負けたぜ、作戦に負けた。さあ、レイムマシン、他の鬼カオスステージではどんな力を発揮するかな。ってことで行くぜ、車危険すぎステージ。消しゴムカーが波乱を巻き起こしまくる。こちら早速プチミラクル。私のマシンのテープをくぐった。しゃ、それじゃあ一番駅行くぜ。で、大主とマリサの間に華麗にイン。それじゃあ私は普通に道路をまったり走ろうかしらね。主はここ、二人に突っ込むしかねえな。おしおし、問題ないぜ。では車問題はめちゃあった。私とマリサが一番下まで連れて行かれたし。これがこのステージの恐ろしさ。ちょっとね、もう少し車の様子を伺っております。現在私のマシンは問題ナッシング。私は問題終わり。今数箇所の現場でカオス発生。まず私やられて。この時ちょうど主さんはなんか下地貫通してめっちゃプルプルしとる。
さすがにその動きは草。そして私、なぜか下に突っ込んだ結果、めっちゃ逆に吹っ飛んで、死んだ。そしてお気づきいただけただろうか、マリサが吹っ飛んで自滅しているまさにその時、虫ちゃんプルプル脱出からの落下死亡の結果、復活の文字、なぜか二つ現れ、全然関係ないとこで死んでいた私復活、おまけにプルプル自滅主も復活で、その出たー、頭に起きる意味不明反省出たー。いや、ここまでトータルでカオスレベル高すぎだろこの一戦。それな。ってことでマリサ以外で続き、てか私のマシン車当たるとキョコン、マジだ、何その動き、今度は違うんかい。そして自滅かよい自分、おし、私は安全なボックスの中に行ってみようかな。で、そこ来た判定になるのね、初めて知ったー。ってことで虫、達成感ゼロ優勝。おし、カオスを求めてもう一戦。虫からか、もう正解わからないから直感だけで動いていこうと思います。って何もしてない私。今の奇跡の瞬間をスローで詳細にお届けします。下から来た赤車、筆をブルドーザーのごとく連れて行き、筆ブルドーザー、私のマシン華麗に落としていったよ、何もしてないよ私この試合。このステージでやるとカオスしか生まれねえ、悲しすぎる。ってことで皆さん、まあ続き頑張って。おし、じゃあ私も上に行くかね。おし、悪くない位置、私はどっちに行こうかしら。で、死にかけたぞ今。おし、虫ちゃんに勝負を挑む。霊夢、普通に落とすぜ、もう何でもいいわ。じゃあ自分も落ちた、終わった。まあね、もう優勝消しゴムカーだろこれ。霊夢、一応優勝を決めるぞ。オッケー、華麗に落としてやるぜマリサマシン。で、はーい、優勝決まりました。優勝は消しゴム母さんです。嘘やん。主マシンも大概凶悪破壊力エブイカオスマシンですが、このゲームで一番凶悪なのはコンパスと消しゴムカーで間違いないと今日確信いたしました。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。